一緒に住んでるだけだったんだね、うん、ただの同居人だったんだっていう結論に達する夫婦はとても多いです、うんうん、この方ね、もう一回違う方と結婚してもまた離婚しますね。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草みゆきです。月曜日のこの時間は植草みゆきの恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、今日もご相談寄せられましたのでご紹介いたします。ラジオネームは九太郎さんから、はい、植草先生こんにちは。いつも YouTube で楽しく拝見させていただいております。はい、私は40歳171センチ、うん、旧帝大卒で年収800万円の男性です。はい、25歳の時に2歳年下の女性と結婚して10年間結婚生活を経て5年前に離婚しました。はい、子供はいません。はい、元妻とは学生時代からの付き合いでしたが、うん、元妻をよく言えば天真爛漫で明るくて元気がよく、うん、悪く言えば後先を考えずに感情で行動して周囲を振り回す小悪魔でした。うん、私は計算して行動する方なので元妻の無邪気なところに惹かれて結婚しました。うん、しかし今振り返ると妻は危なっかしいから僕が守ってあげなければいけないという責任感が強すぎたように感じます。うん、結婚生活を経て依存体質な元妻のわがままに付き合うのがだんだんと苦しくなっていた矢先、元妻が不倫をしました。うん、しかも不倫の事実を元妻が自ら私に打ち明けました。うん、私が不倫の話を聞いたとき最初に感じたのはこれで自由になれるという解放感でした。うんうん、結婚期間中元妻はパートを転々し無職の期間も多かったので私が稼がなければならなかったのですが、うん、元妻からはあなたはいつも仕事が忙しくて構ってくれなくて寂しかったから不倫した、うん、だから私が不倫したのは私を放置したあなたのせいと言われました。うん、最初は私と離婚して真男と再婚することを真剣に考えていたようですが半年くらい不倫を続けた結果私の良さが分かったらしく不倫をやめたいと思った時に罪悪感に耐えられなくなり私に告白したようです。なるほど。元妻は離婚に激しく抵抗しました。はい、私は不倫したことよりも元妻の依存体質に耐えられず離婚をしました。最終的には元妻も離婚に応じてくれて協議離婚となりました。慰謝料は請求してはいませんが財産分与もしていません。元妻はそのあたりの手続きを何も調べませんし私も面倒に思いました。しかし離婚して責任感から解放された私は元妻のことを悪く思わなくなり友達として連絡を取るようになりました。元妻は心から反省し改心し一人暮らしを始めて定職にもつきずっと彼氏も作らずに5年間コツコツと貯金をしています。38歳になった元妻は陽気で活発な良さを残しつつ自律的な考え方をする魅力的な女性になったと思います。元妻はできれば私と復縁したいけれど、うん、もし別な人と再婚しても友達関係を続けたいと言っています。うん、私も40歳を迎え再び家庭を持ちたいと考えてはいますが、うん、とはいえ元妻のことはどうしても妹のように感じてしまいパートナーとして見ることができません。もともと結婚当初からずっとセックスレスだったので元妻とよりを戻して一生セックスレスのまま人生を終えるのは嫌だなという気持ちもあります。しかし元妻への情を断ち切るのも容易ではないため元妻と完全に絶縁をして婚活をするのも苦渋の選択です。最近円満離婚の夫婦も増えてきてると聞きますが再婚後も元パートナーと友達関係を維持するケースはあるのでしょうか。うん、もし私なら再婚相手が元旦那や元彼と友達関係を維持しているなら私自身もその元旦那と友達になりたいと思うかもしれません。うん、元妻とよりを戻したいのか婚活して別の女性と再婚したいのか自分でも自分の本音がわからないのですがどのように考えたらいいでしょうか。随分優柔不断な方です ね、 ね、悩ましいけどこの方ね、うん、もう一回違う方と結婚してもまた離婚しますね。
またね別な理由でね、うん、そう、うん、だって真剣に向き合ってないもんね、うん、彼女とね、はい、ですごく若い25歳の時に、もっと奥さんその時は23歳、まだ大学卒業したってぐらい、ね、うん、1年目ですよね、うん、でそんな人と結婚ができて、結婚して、うん、ですぐにセックスレスでしょ、はい、そりゃ浮気するでしょ、だって女性だって性欲あるのに、うん、構ってない、ほっといたんでしょ、うん、寂しかったって言ってますもんね。そうだからその元奥様の言い分も分かりますよ、うん、まあ、23歳で結婚して、うんうん、その構ってくれないっていうのは分かりますよね、うん、やっぱ寂しいですよね、周りの友達遊んでるところで、そう遊んでて、うん、この人と結婚しなかったらまだ私友達とディズニーランド行ったり、うん、お買い物行ったり、うん、なんとかのコンサート、うん、見に行ったり、楽しい生活を送れてたのにっていうふうに思ってたかもしれないよね。そうだから構ってね、すごく依存体質とはおっしゃいますけど、うん、その頃に結婚したらやっぱり構ってほしいって女性が思うのも無理がない気がしますよね。だからね、結婚したんだからもうちょっとその彼女と向き合えばよかったよね。これ一番多いんですよ、うん、この離婚、こういう離婚、はい、向き合わないまま離婚するっていう、向き合わないまま夫婦生活を送って、はい、最後に本当の原因を追及しないまま離婚した、うん、これ一番多いんですよね、うん、でよくこういう相談いただくと、相手方いますよね、相手方と話を聞くとこれ全然違うんです、うん、はあはあ、捉え方が、で私の場合は夫婦生活相談というのも受けてますけど、これもうマリミドシで結婚した方だけです、うん、っていうのはその方たちのことをサポートしてるんでよくわかるんで、はい、夫婦生活がスムーズにスタートするように成婚退会しても半年1年サポートするっていう、ま、あのオプションがあるんですね、はい、それとも本当によく似てるわけ、中身が似てるんじゃなくて、はい、一方的に男性から聞いたらこういう話、うん、じゃあ来週は奥様ねっていうとも全然違う捉え方、うん、でそこでミックスして、奥さんはこういう考えよ、ご主人はこう考えよって教えてあげると、そうだったんだってなるんです。だから本来はこうなった時には誰かいたらよかったんだよね、第三者がね、第三者がいて、うん、もう専門家がいたり、うん、でいないにしても2人でもっともっと向き合うべきだったの、はい、だけどそれをやってなくって、うん、真相が分かんないまんま離婚してるんですよ、はい、なので、はい、この彼は九太郎さんはこの癖、こういう性格が治らない限りまたやりますよ、また同じこと、向き合わないでっていうこと、うん、向き合わないで、本当の真相が分からないまま、自分が一方的にやめたってことでやめちゃう、解放されたって、ね、そうそうそうね、本当だったらもう戻るのが一番いい、そうですよね、うん、元妻に戻ってって本当だったら、だって彼女の希望なんだもん、はい、彼は彼で断ち切ることができないって思ってるんだから、はい、そうでしょ、だ一つ気になるのがセックスレス、うん、っていうことだけ、そのセックスレスは、うん、奥様が、うん、そのセックスを求めて浮気しちゃったんだから、うん、もうちょっと彼女と向き合って、うん、彼女とセックスを、愛情を持ってできるようなことを2人で努力をするのがベストアンサー、うん、はいはい、戻って愛してあげて、うん、妹のようになんて言ってんじゃなくて妹だっていうのは分かって結婚したわけでしょ、うん、依存してきて、ね、で自分がついててあげないと何もできないんだなっていうところが可愛いなと思って結婚したんだから、うん、それを最後まで貫き通さないと、もうだから原因はねちゃんと言ってないじゃない彼女に、うん、君が寄りかかってきて手がかかって、うん、こうであでそういうわがままの方が嫌だったんだよって多分言ってないはず、不倫を盾にしてね、そうそうそう、うん、不倫したからもうさよならでしょ、うん、それじゃ解決しないですよね、はい、うん、不倫したから離婚した、それがすごい勃発して大変なことだったら、うん、彼女のこのこ出てきてないよね、はいはい、あの時ごめんなさいってなかなか言えないよね、うん、だからやっぱりもっともっとその時は不倫以外のことであったんだと思いますよ、うん、2人の中には、あ、それが大きな理由と彼はしてるけどね、うん、そうそう言ってるけど、だからね、うん、一方的に九太郎さんの話だけ聞いてもこれ拉致開かないの正直、うん、あ、そうね、正直夫婦生活のね、カウンセリングをしてると、うん、とにかくお互い一人ずつの言ってること全然違うから、うん、でこういう質問の場合は、はい、ふわふわしてるでしょ、うん、こういう質問の場合はね、もう本当に奥様に聞いてみないと分かんない、そうですね、まあ、でも先生がおっしゃるように、確かに不倫して別れたんだったらのこのこ出てきて連絡なんか取らないでしょ、うん、どの面下げてくるのってなるでしょ、そこまでずれた人いないからね、うん、だから彼女は彼女なりに、うん、ひどいことを何かしら、うん、彼がね、うん、したっていうのは何かあるんだと思いますよ、
両性媒的な、ね、何かがね、うん、そうそう、だってセックスをしなかったこと自体がもう問題ですから、うん、はいはい、これ離婚の理由の一つになりますからね、うんうん、依存体質が嫌だとかって言ってますけど、うん、単純に彼はもうのしかかられることが嫌なだけで、うん、じゃあ自分ものしかかればいいじゃんね、自分も、うん、でだからなんかあんま責任感がないタイプに見える、ね、うん、で38歳になった彼女は成長したわけだから、うん、当時とは違うじゃないですか。それはそうですよね。一人で食べてい か,、うん、いかなきゃいけないわけです。正社員にもなりますしね、うん、そう、だから別人と再婚したって感じですよ、うん、別人と、うん、そうですね、そう、別人と再婚したと思って復縁したらいいんじゃないですか、うん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 、ね、で別に入籍しなくてもまずは一緒に生活して、まあね、よし、じゃあ腕試しだと、うん、あの変わった君を見せてくれと、うん、それでいいんじゃない。上から来てるから、この人は、この人ね、九太郎さんはもう上から来てるから、そうそうそう、だからなんか僕が選べば他の人とも再婚できるし、うんうん、そうそう、この人もその元奥様も戻ってくれると思ってるけど、うん、そう、めちゃくちゃ上から来てるんですよ、考え方が。そう、僕が選べると思ってるけど、そうですよ。じゃあ奥さんとしては戻りたいって言ってるから、うん、あのちょっと調子に乗ってるのね、うん、彼はね、うん、だから一応じゃあ戻ればってことですよ。一旦戻ってみて、うん、で成長した奥さんだから、変わった人が変わった奥さんとまた復縁して、うん、で次は今度はセックスレスじゃなくて、セックスをちゃんと喜びにしてあげる、はいはい、奥さんに。そしたら違うんじゃない、うん、変わってくるんじゃない。でこの後に言うんであれですもんね、一生セックスレスのまま人生を終えるのも嫌だ、うん、誰と結婚してもセックスレスの気がしますよ、努力をしなければ。そうですね、うん、どんな人だって、うん、その体調だったりとか、はい、その時の感情だとか、うん、いろんなところでセックスレスになり可能性はあるでしょ。そうですね、そこ努力してないわけでしょ、うん、やり過ごしてるでしょ、うん、それはもうこれから続きますよ。だ元奥さんとのまずセックスレスになった理由ですよね。そう、そこまで全然行ってないから、とにかくこれやり直し、九太郎さん質問から、質問やり直し、もうちょっともう一回、ね、そう奥さんと向き合って、奥様はどう言ってるとか、逆に奥様にそう、ね、欲しいよね、うん、気持ちを、ね、実は私はこの番組を聞いたんですけど、うん、私の意見はこうだったんですって言ってくれれば素晴らしい回答が出せる。あ、いいかも、そういうの新しくていいですね、うんうん、新しい一人の人の続きじゃなくてね。だから一方的なのはね、やっぱりね、この人たちの味方になりがちなんです、我々も。そうそう、九太郎さんのね、そうそうですね、味方になりがちだから、うん、いやいや違うよと、奥さんに、奥さんの意見気持ちがあったわけだから、うん、そこを聞かないことにはね、正確なアドバイスは出しづらい。確かに奥さんから何か言ったら九太郎さん分が悪そうね。そう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 、そういうことなんですよ。確かに、ね、そう、もう一回ねちゃんと話し合って、うん、話し合った時にね、奥様も元奥様も目の前にねそういう答えが突きつけられたら、やっってなるかもしれないですよね。そうで、無駄だと思うんだよね彼。結局他の人と結婚しても奥様、うん、元妻とは別れられないと思うの、うん、したら失礼ですしね。そうすると、うん、まあ、再婚した奥様は、うん、不愉快じゃない。それは不愉快です。そこでお付き合いが多少なりともあったら、うん、不愉快で、そっちはそっちでうまくいかないから、うん、まず元妻さんとの、あの関係をどうするか決めてから、しっかりと、うん、しっかりと白黒決めてからじゃないと、うんうん、次のステップはないね。そうですね、うんうん、もう一回だから復縁すればいいの。もう一回復縁してやってみる、うんうん、それでダメだったら、うん、まあ、きっぱりとその時は縁を切らないと。そうですね、うんうん、なのでね、この番組をね聞いてくださってる方には夫婦でご相談いただいてもよろしいかと思います。確かに。で、はい、これ YouTube でご覧になってるようなのでね、うんうん、奥様と一緒に、そう、見てこんな風に言ってるけど俺そんなことなかったよねとか。そうですね、うんうん、あの時どう思ってたの本当はって、それが理由でこれを見たことによって本音が話せるかもしれないですしね。 そこで初めて向き合ったってね、うん、だいたいね夫婦生活カウンセリングの場合は1年経っても2年経っても向き合えてない夫婦がいてですね、はいはい、私が介入することで初めて向き合う人が多いです、うん、なかなか本音って言えないのかもしれないですね。え、じゃあ私たちってやり過ごしてただけだったんだね、形だけの夫婦だったんだね、うん、一緒に住んでるだけだったんだね、うん、ただの同居人だったんだっていう結論に達する夫婦はとても多いです、うん、でそこで初めて向き合うことから始まって、うん、2年経ってるのにそこから新婚が始まるっていう、うん、実質上のね、精神的なね、うん、っていうことはよくあります。うん、まあ、今皆さん忙しいしね、なかなか、うん、夫婦で会話があって、ね、できないのかもしれないです ね、うん、まあ、お二人でね、うん、よかったら今度は九太郎さんが元妻にこの
番組をね、そうですね、こんな回答だったよって、そしたらもうラジオネームは九太郎元妻でお願いします。九太郎元妻でね、いただければ回答しましょうよ。そうですね、一方的すぎて回答難しいから、確かにそもそも確かに、うん、ね、こういうのはね、いいです、なんか歌みたいですね、はい、アンサーソングみたいな本当ですね、うん、ぜひね、はい、あの九太郎さん元妻の方と一緒にこちらの YouTube をご覧いただきたいなというふうに思います。はい、はい、先生最近また本を出版されたということで、はいはい、4月21日発売、はい、講談社から11冊目の本です、はい、わがままな女におなりなさい、うん、婚活現場ではですね、うん、何でしょうかね、その初対面の人がお見合いですよね、お見合いする時って初対面なんだけど、はい、相手にこれを言ったら嫌われちゃうかなとか、うん、変な風に思われちゃうかなっていうのが先走るんでしょうね、よく思われたいですよね。そうそうそう、でそこでですね、あの全然本来の自分を出せない人がすごく多くって、うん、それが原因で交際まで全然スタートしないとか、はあ、で交際入っても本当の考えを言わないので、もう全然こう絡まっちゃって、うん、お互いのその話を意見を出し合っていきましょうまでいかない人がすごく多いんですね、うん、でまあ、そういう意味でわがままな女っていうのはただわがまま放題し放題っていうことではなくて、うん、自分の思い考えをちゃんと言葉にして伝えましょうねってことを、もうごくもう丁寧に丁寧に200数ページ書きました。なるほどなるほど、200数ページ、分かりやすく分かりやすく、はい、うん、どのくらいあれですか、執筆期間はかかったんですか、うん、これね3ヶ月以上かかりますね、3ヶ月4ヶ月、うん、もう何回も何回も赤が入って青が入って、私あれこれこういうの言いたかったんだっけとか、その後読み直してみるとまた違ったかなって結構迷惑かけてます、あ出版社さんには、そうです、はい、そんなね 新作ですね、はい、わがままな女におなりなさい、Amazon で予約受付中ですので、はい、ぜひご予約お願いいたします、はい、そろそろ時間ですね、はい、お相手は植草美幸でした。ではまた来週この時間をお楽しみに、ごきげんよう、さよなら。